これじゃ自転車で学校に行けないな。久しぶりに歩いて行ったらいいんじゃない。歩いても30分ぐらいでしょ。朝から30分も歩くなんてやだよ、めんどくさい。文句を言わないで早く学校に行きなさい。今から出ないと間に合わないでしょ。はーい、行ってきます。朝歩いて学校に行ったんだけど、途中で久しぶりにアスカちゃんに会ったよ。ああ、少し前までよくうちに遊びに来ていた子か。そう、アスカちゃんは別の高校に通っているから朝会うことなんてなかったんだけど、今日はたまたま会えた。時間がなかったからあまり話せなかったんだけど、今度遊ぼうって約束したよ。今日は歩いて行ってよかったわね。まあね。グロラボの動画の続きでも見よう。皆さんこんにちは。今日は偶然を生かすということについてお話しします。偶然とは思いがけずに起こったことを言います。私たちの人生は様々な偶然にあふれていますね。そして偶然を人生の中でどのように生かすかは一人一人の受け止め方で変わってきます。例えば写真を撮ることが好きで将来は写真家になりたいと思っていた A さんは、自分の SNS のアカウント上で撮った写真を定期的に投稿していました。最初は友人や家族に見せるために投稿していたのですが、だんだん自分のアカウントをフォローしてくれる人が増えていきました。そしてある日、有名な雑誌社から写真を使わせてほしいという依頼があり、その雑誌に写真を掲載したことがきっかけで、その数年後、プロの写真家になりました。A さんはいくつもの偶然を自分の夢の実現につなげ、プロのフォトグラファーになりました。 A さんの例も参考に、自分の人生に起こる偶然の出来事やいろんな人との出会いを大切にしながら、自分の夢や実現したいことに積極的に生かしていきましょう。また偶然を積極的に生かすためには、好奇心を持つ、努力を続ける、前向きに考える、変化を受け入れる、チャレンジすることも毎日の生活の中で心がけてみてください。皆さんもこの動画を見ている偶然が何かのきっかけになるかもしれないですね。偶然か。そういえば今朝久しぶりにアスカちゃんに会えて遊ぶ約束をしたな。なんだか次に起こる偶然が楽しみになってきた。